morning, Paul. Streets are wide and less car. And what I like about those palm trees, looks like kind of LA here. Edibo. 朝一でね、激眠なのでコーヒーを飲んでから行きましょう。今日のね、コーヒーはね、ちょっとスタバのアップグレードしてるやつ知ってるかな、みんな。うん、可愛いよね。スタバめちゃくちゃ可愛いかもしれない。あ、なんかリザーブドと普通のものスタバの違いは何ですかって言ったら、違うメニュー見せられて、このメニューもありますよって言われて、もうコーヒー買った後だったから、200ペソのブルーコーヒーとかあって、豆が違うんだって。特別な豆で作ってくれるコーヒーがあるみたいです。ちょっと可愛いチャーチを見つけました。なんか少しスパニッシュ風な、おそらくね、ここがチャペルでこっちがチャーチだと思うんだよね。ちょっとチャペル見てみましょうか。素敵。フィリピンのような、スペインのような、で、あっちが多分ね、チャーチだと思うんだよね。行ってみましょう。かわいいよね、なんか花とかいっぱいあってさ。アラバンタウンセンター。Oh yeah, the first shop in the Philippines, Flying Tiger. So it's like an IKEA, you have to follow all the way. あ、子供のが多くない？これかわいいね。風船、かわいい。Around here is art materials. ノートだ、ノート。かわいいこれ。なんかね、日本のフライングタイガーと比べると、子供、赤ちゃんのおもちゃ類が多いかな。これかわいいね、なんか日本っぽい感じ。ここにドレッシング、なんかクルトンとか入れられて、なんかポッてやってね、でフォークもついてるから、あ、いいじゃんこれ。 Oh my god, this is so pretty. But it's not sharp, so you cannot cut cake.なんかね、いろんな日本食が入ってる、日本食チェーンがいろいろ入ってるところになります。これかわいいね、うちは。店内もかわいいよね。ここが八兵衛だって。焼き鳥だ。何やこれ、天ぷら。ぶどう、ヤブはね、結構時々食べます。美味しいです。北海道ソフトクリームだって。Thank you. あ、これめっちゃうまい。はい、これめっちゃうまいかもしれない。今から行くところはね、花丸軒っていうラーメン屋さんです。なんかね、フィリピン人にめちゃくちゃうまい、私の好きなラーメン屋があるから、ちょっと食べてみてって言われたから、ちょっと行ってチェックしてみましょう。ここのモールはね、よくね、あそこのタコベル食べに行きます。 The one who recommend this Hanamaruken is the doctor of my skin, the laser. She asked me to go here to rate it. Columbia Quicksilver and next here Hanamaruken. なんかね、すごいおしゃれなお店になってる。
並んでて全然入れなかったらしいよ。だけどフィリピンガラガラだから食べた方がいいよって言われて。 Thank you. Can I order for? Is this number one? Number one? Yes. Okay, tonkatsu ramen please. Yes, pa. That's... Aji tamago, sir. Sapoide. Aji tamago, yes please. That's all. That's all. Thank you. 結構楽しみです。これもね、かわいいよね。豚骨ラーメンいただきましょう。いただきます。箸もしっかりして、豚骨なんだけど、なんか魚の味出しっぽいやつ。麺は細麺、一風丼みたいな味するな。九州の豚骨、優しい感じ。丸鶏も美味しかったけど、ちょっとフィリピンローカルされてて、ここはフィリピンの味から離れてて日本の味かもしれない。日本で出てきても普通に、あ、うまいラーメンっていうラーメンかな。ごちそうさまでした。豚骨頼んだんだけど、優しい醤油ラーメンって感じかな。個人的にはラーメン屋さんが左手で麺を切りましたみたいな不細工な麺がさ、結構好きだから、まあ細麺かって思ったけど、まあ細麺好きには全然いいと思う。まあ麺は好みだからね。フィリピン人が好きなラーメンっていうよりは日本人が好きなラーメンに近いです。ではそんな感じです。またねー。